倉敷市の3件の養鶏場で発生した鳥インフルエンザについて、一連の防疫措置が完了し、鶏などの移動制限が明日午前0時にすべて解除されることになりました。岡山県内では3例目となる鳥インフルエンザが確認された倉敷市の養鶏場では、先月18日に施設の消毒など最終的な防疫措置が完了しました。その後、新たに鳥インフルエンザの発生が確認されないことから、県は養鶏場の周囲3キロ以内での鶏や堆肥の移動制限を明日午前0時にすべて解除します。3例について必要な措置が終わったという意味での収束ではありますけれども、いつ岡山県で4例目5例目が起きてもおかしくない状況であります。この県内各地にある農場の関係の皆さんには、とにかく緊張感を持って過ごしていただきたいと思っています。県は今後、養鶏場の経営再開に向けた支援に取り組むほか、引き続き発生防止対策の徹底を指導することにしています。